馬場入場です。阪神競馬場、ここからは午後の競争です。第5レースメイクデビュー阪神2歳新馬芝内回り 2000m 9頭のデビュー戦です。1番アッシュフォード、父はハーツクライ、体重458kg、背中には岩田未来、負担重量55kg。 2番ティムール、父は絆、452kg、坂井流星、55kg。 3番セレンディピティ、父はドゥラメンテ、480kg、松山光平、55kg。 4番名将卓木、父はモーリス、482kg、鮫島勝馬、55kg。5番グランビノス、父は北サンブラック、母ハルーバスイートで、ビルシーナ、シバルグラム、ディブロスの弟です。518kg でデビュー、川田優雅、55kg。 6番アンダーザフラッグ、父は2歳新種ボバ、レインボーライン、472kg、長島真奈美、51kg。 7番デセオ、父はユニオンラグス、380kg、ルーキー今村聖奈、50kg。 8番シゲルショータイ、父はルーラーシップ、482kg、 和田隆二、55kg。 9番英雄スイート、父は2歳新種ボバ、上海ボビー、454kg、 岸田裕二、54kg。 芝コース内回り 2000m をデビューの舞台に選びました。9頭の出走で行われます。阪神競馬第5レース、スタートまでもうしばらくお待ちください。ファンファーレ阪神競馬場です。第5レース芝 2000m の2歳新馬戦、9頭立て、5番ケトバグランビノス、 1.3 倍の人気です。阪神競馬場第5レースメイクデビュー阪神2歳新馬芝内回り 2000m 9頭のデビュー戦です。芝コースの馬場コンディションの発表がやや重に変わりました。徐々にドライになりつつあるコンディションの下でのデビュー戦、9頭、下半の5頭が2月生まれというメンバー構成です。5番のグランビノスのゲート入り、ビルシーナ、シュバルグラム、ビブロスといった G1 ウィナーたちの弟、父北サンブラックのデビュー戦、ゲートの中です。2番のティムール、こちらは絆の3区、6番アンダーザフラッグ、今収まって、4番名将卓木、8番シゲルショータイム、こちらも収まりまして、最後9番ゲートに英雄スイート、9頭ゲートの中です。スタートしました。好スタートを切ったのは9番の英雄スイートです。岸田裕二、内を見ながら前に出ます。1番のアッシュフォード、スタートを決めて、外からは6番のアンダーザフラッグ、中に3番セレンディピティ、2番のティムール、2番手争いの各馬がちょっと前に迫るような感じになりまして、先団4頭です。この争いからアッシュフォード一旦引きました。その後に4番名将卓木、5番グランビロスは中段後ろで最初のコーナーを回っていきます。 1,2 コーナー中間、2コーナーに入るところで、先頭は9番の英雄スイート、1馬身半のリードです。隊列決まって、単独の2番手に2番ティムール、1馬身半差の3番手、3番セレンディピティ、向こう正面に入ります。このインコースに1番のアッシュフォード、2馬身差4番の名将卓木、2馬身開いて6番アンダーザフラッグ、その後に5番のグランビノス、ちょっと前との距離を詰めました。上がっていくんでしょうか。その後8番シゲルショータイム、離れて7番デセオが単独の最後方です。スタートからの 1000m を今通過、64秒0というペース。9番の英雄スイートがリード1馬身で逃げています。2番手2番のティムール、3コーナーカーブ内回り、その後1馬身差3番セレンディピティ、4番手インコース1番のアッシュフォード、直後から4番名将卓木、5番のグランビノス、その後8番シゲルショータイム、前の7頭は3馬身ぐらいの圏内です。
さらに4馬身開いて6番アンダーザフラッグ、さらに2馬身から3馬身差、7番のデセを最後方です。4コーナーへと向かっています。前は3頭広がりました。内に9番英雄スイート、中に2番ティムール、外から3番セレンディピティ。4コーナーを回って直線コースに向かいます。3番セレンディピティ先頭、内2番ティムールの追い比べ、2頭の追い比べの後ろ3番手、外から5番グランビノス、さらには内から英雄スイートまだ粘っている。先頭3番セレンディピティ、捕まえに行く5番のグランビノス、内2番ティムール、3頭の追い比べ、外から一瞬で抜け出ました。5番グランビノス先頭、2番手争い接戦、5番グランビノスデビュー勝ちのゴール、2着争い最後まで際どい状況。3番セレンディピティ、2番ティムール並んで入りました。5番グランビノス鮮やかな初登板デビュー勝ち、時計は2分3秒後。やや重の芝コース、ゴールまでの 800m46 秒7、 600m34 秒2の決め足比べ、3頭の追い比べでしたが最後抜け出ました。5番グランビロス、3番セレンディピティ、2番ティムール2着争い。道中は中段後ろ後方寄りに位置を取っていた5番グランビロス、前は3番セレンディピティ、2番ティムールの追い比べが長く続いていましたが、あっさりとその追い比べからは抜け出ています。川田優雅騎手は今日これが2つ目の勝ち星。2着争い最後まで熾烈、3番のセレンディピティが2着を確保したようで、内2番ティムール3着争いですが、今写真判定という2着争いの発表になっています。1着5番グランビノス、2着争いが写真判定、4着9番の英雄スイート、5着4番名将卓木。写真判定の結果と着順の確定、払い戻し金の発表までお手持ちの勝ち馬投票券はお捨てになりませんようご注意ください。普通に強いですね。強かったです。いや、やっぱこういうところがスケールなんですね。大型馬でもありますし、なんか将来がこちらも楽しみ。どんなこの先、キャリアを積んでいくんでしょうか。 2,3 着写真判定になりましたね。勝ったのは5番のグランビノス、最終オッズ5番3番2番です。1番人気、4番人気、3番人気の順です。単勝5番 1.3倍、枠連3号 4.9倍、馬連3番5番 5.0倍、馬単5番3番 5.8倍、三連複2番3番5番 9.0倍、三連単5番3番2番 19.7 倍です。はい、2,3 着は写真判定になっていますので確定までお待ちください。